キング・ウィリアム島の位置、キング・ウィリアム島の衛星写真、キング・ウィリアム島は、カナダのヌナブト巡州内、キティクメオと地域に属する島。面積は13,111平方キロメートル。人口は960人。東には、ジェームズ・ロス海峡と、霊海峡を挟んで、ブルシア半島があり、西には、ビクトリア海峡の向こうに、ビクトリア島がある。 南には幅3キロメートル程度のシンプソン海峡を挟んでアデレード半島がある。南西にはクイーンモード湾がある。1830年、スコットランド人の北極探検家、ジョン・ロスは当時のイギリス国王ウィリアム4世の名前をこの島に付けた。1847年6月にイギリスの北極探検家、ジョン・フランクリンがキング・ウィリアム島の付近で死亡した。 彼が率いた探検隊は1845年5月に北西航路探検航海に2隻のイギリス海軍の艦船で出発し、同年7月にバフィン1で目撃されたのを最後に行方不明になっていた。1859年になって捜索隊がキング・ウィリアム島でフランクリン隊が残した文章を発見し、フランクリン隊の船がキング・ウィリアム島で2頭の間、 氷に閉じ込められ、フランクリンらが死亡したこと、残りの隊員は船を捨てたがキングイリアム島からカナダ本土への行軍中に全滅したことが確認された。一行が用いた2隻の船は、2014年及び2016年に島の沖合の海底から発見されている。1903年に、ノルウェーの極地探検家ロアールアムンセンは、 ヨアゴで北西航路探検航海を行っていたが開票で先に進めなくなり、島の南東海岸に22ヶ月の間滞在して、イヌイットの極北での生きる術を学んだ。この場所には現在は島唯一の集落である魚はヘブンがある。ありがとうございます。